ってきて、ヤッフー、あれ大丈夫、なんか取れなかった、車が爆発寸前のやつ、大丈夫早速じゃあ、しょうちゃんの操作方法分かる、操作方法は分からないので、アクセルとバックとブレーキだけ教えてもらいました。はい、もうレースゲームはその3つが分かれば大丈夫。アクセルが R2 ね、ドバイ、ドバイだよ、ドバイじゃないの、ドバイじゃない、よくここがドバイだって分かったね。まあ大学出てるからさすげえ、俺大学出てるけど分かんなかったよなんだドバイって、ドバイ、大学出てないからいや、やっぱ出てないとドバイよ、ドバイっていう単語入試出てこないからこれいいね、ジャンプ台みたいなのもあるんだね、いろいろ駆使して、コンティニューは丸か、でもエーペックスの会社が作ってるって考えると、もしかしたらスキャンとかできんじゃない、え、あ、あれじゃんハウンドじゃん、そうそうそう、俺見てよ、エペ持ちしちゃってたもん、間違えた、おい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 、それエペ持ちってめちゃめちゃ気持ち悪い持ち方してたお、敵というか CPU がバレンティン、絶対負けねえぞ、これ今から始まりますよっていうね、さあスタートしましょうや、あのね、俺がね、うん、進むだと思った右スティックがね、カメラ視点だったからね、早速戸惑って、ぶつかっちゃったけど大丈夫、これ観客だいぶ前のめってっけど大丈夫、みんな防具つけてるから大丈夫絶対引いた方がいいよ、みんな防具つけてるから、なんでぶつかった瞬間強敵、ヤッフー、うわ、なんかすごい重みがちゃんとあるね、わかる、あ、ほんとだ、でもうまいじゃないですか、あ、あ、ブレーキを程よく使って、あれ大丈夫、これわざとだから、わざと、あ、見せてったのか、これ見せてるプレー、お客さん近かったからね、そう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 、あそこにスポンサーがいるのよ、見せプですよ、見せプ、うわー、あれこれ大丈夫、タイヤがバックバックバック、肌振ってる人いるね、でもあれなんか2位になっちゃったよ、抜かれたんじゃない、バレンティン、そうでしょ、バレンティン、バレンティン負けた、うん、負けてるね、負けてる負けてる、これはちょっとタイムアタックかなり、僕免許持ってないんですよ、不利じゃない、あれ俺も免許持ってないけど矢野さんはどうですか、僕はね免許持ってるんだけどペーパーなのよ、あら、これは全員同じ、うわちょっとむずそうだね、ちゃんと速度下げないと曲がれないね、あ、そう、かなりじゃあれか、その割とカジュアルなレースゲームというよりは結構リアル路線だから、なんかこうドリフト的なことができるのかな、うわやってみるわ、罰があれですよね、そのブレーキだから、ブレーキ、うんうん、よくあるのはブレーキを押しながらが多いよね、ドリフト、そうだ ね、 そうね、曲がる瞬間に多分アクセル離してブレーキを押しながら曲がる、あー原理はね掴めたんですけどね、それでも曲がれないってなると確かに、あーバレンティン、いた、バレンティン、バレンティン倒せ倒せ、いけるぞ、いけるぞ、うるさねえぞ、破壊しろ、バレンティン何もしてないんだけどね、あれちょっと待って、今ちょっと何もしないのに車壊れたんですけど、なんか取れなかった、車が壊れてる、気のせいじゃなかったら、なんか今ちょっと L1 とか R1 はなんか関係ある、 L1 はねスキャンしろスキャン、あ、なんかあれなんか L1 絶対あるよ、これブーストしたよ今、あるよね、だって押したらブーストって書いた、ブーストで出たよ、マジかよ、じゃあもうバレンティンなんてもう巻いちゃいますよ、あれバレンティンこのコーナーマジでむずい、お客さんめっちゃ喜んでる、めっちゃ喜んでる、煽ってる煽ってる、もう翔也のこと見てないから、だって L2 でもバックできないですよ、ほら壊れたんじゃない、バックはバツ、あ、じゃあ、あ、ほんとだ、L2 押さないとダメなんだ、あのスティックを、あ、なるほど、ね、スティックを仕込んだ上でやるのがバック、ちょっとバレンティン抜かれたよ今、スルッとさらっと、もうちょっとなんか花火のタイミングちょっと気まずい感じになっちゃったスピード煽られてるみたいになっちゃったねどうしようっつって、俺これ結構逆にむずいわ、あのギア勝手に上がるんだね、オートマなんだね、なるほどなるほど、しかもどうやら同じところで今激突してたみたいで、あ、さっきとでしょ、うん、あそこ苦手なんですよ、あれ、ほら、ここバレンティン、ねえバレンティン、ねえ、さすがに見せ、見せプが過ぎるって、でもさっき追いついたからまだ追いつけんじゃない、ファンサしすぎだよ、なんか大丈夫スピード、あのね、すごい一生懸命アクセル踏んでるんだけど車が限界、これそうだよね、なんか煙出てるもん ね、 ね、これ爆発寸前のやつ、大丈夫あとワンラップあるよ、ワンラップ、これ走りきれないとかあんのかな、壊れちゃったらそうかもね、壊れるとかあるの、車検入んなきゃ、すごい、なんかこの音で乗ってたらまず捕まるからね不安になるスピード感、
すごい優しい動きになっちゃってる。そうなのね、普通の高速。大丈夫？普通の高速これ。レースだってこと忘れ始めてるけど。もう違うの、もうこれ以上は上がんないのよ速度が。あ、そうなの。破損したら速度が最高が落ちるんだ。そう、寝てても走れますよこの速度。これあれだな、やっぱり加速とか考えるよりもあのハンドリング重視の方がいいかもしれない、ね、いいかもね。ちょっと翔也、俺たちにつなぐためになんかコマンドを見出してよ。確かに。じゃあ R1、 あ、 R1 押す。うわー、俺が一番好きなやつ。でも待って、最終ラップです。この画面だとボンネットに乗ってることになるけど大丈夫これ。ボンネットに貼り付けられてるみたいな感じになっちゃうけど。カメラがついてるんでしょうね。なるほどね。いやいや、夫バリバリ言うとるけど、バレンティも見えたんや。もうぐちゃぐちゃです。三角は、あ、なになになに、何、え、なに、あ、あ、絶対押すべきじゃなかった。なんか時間戻ったね。何今の、え、そんな、やっぱあるじゃんアビリティ。やっぱりアビリティかな今の。アビリティあった、今スキャンしたんでしょ。時を戻したんじゃない。そんな、そんなやついないよ。あ、やばい、横、あー、このコーナーが一番性を実感するわ。わー、性実感してる。あー、いいよ、いいよ。ガス出して、ガス。もう出てんのか、ずっと。ずっと出てる。体からずっとガス出てる。ガス掃除じゃないのにガス出てる。こっちの方がなんかやりやすそうじゃない？俺これめっちゃ好きだわ、この視点。ね、ただ見てる側は結構酔う。それはわかる。ちょっと戻らなくなった。いや、めっちゃ割れてるやん、ね。ガラス割れてるし戻らなくなった。いろんな視点が。何回もして。グリーンセクションじゃないのよ。これが本当に運転席の目線なのかな。あー、すごい、もう。あー。すごい、もう本当に初見だとこんなもんだよ。あー、すごい。もう観光よ、観光、観光案内の車いっぱいしてあるんだけど。すごいね。あ、いや、戻ってきた。あ、来た来た来た。おっそおっそ。レースゲームで70キロしか出てないもん。いや、本当よね。なんで首都高より遅いの。バレンディ多分寝て帰ってるよ。もう帰っちゃっただろうね、多分帰ってる。ああ、ブーストするとブーストはできんだ。車に無理させてます今。すごい今。あとちょっと、あとちょっと。ああ、もうちょっと間違えちゃってるもん。ほら、めちゃくちゃ祝ってくれてる。どういう気持ちだったんだろうね今。オッケー、べっこべこやん。いや、べこべこやん。いい走りしたわ。でも2位だから。はい、いや、そうなのよ。そう、この世界において2位だからね。すごいじゃない、銀メダルもらえる。銀メダル、銀メダル。